なんか、もう耐えられないと思う。画面に向かってスマイルするんですよ。誰に、なんかどうやって、私はあの、お話が下手だからね。うん、お話が。いやいや、お話がもう。ねえ。え、リネさん見たくね。お話うまくないから、うん、パシパシしてないからダメなのよ、もう。よっ、閲覧情報。コメントがね、コメントがね、神なんだわ。あれ編集のところの閲覧情報。今美恵子さんがあのお茶碗だけでも表して、ここゴミですか、ここで、ここゴミですから、あ、ゴミです、表してって言うから、うん、私洗い運でってけどね、あの、見た、みんな見たいよね、見たいよね、いいわよ、うん、横側、ね、洗いぐらいやらなかったらもうパチ当たっちゃいますよ、じゃあ、あの、ね、ルイージュの食べ方、おいしそう、パク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 ね、いいんですよ、ほんとすごいね、あ、あの向こうラップして、あ、私やりますか、ここやりますからね、ここやりますから、ね、あ、お母さん、いいです、私やります、私ね、残り食べますから、私しますね、私ちょこっとしたら、洗いだけやりますので、誰もつんないとバーになっちゃうの、いや、おか、うちの母見てるようです、この今画角見てるんですけど、うちの母にそっくりですね、こんな感じでした、本当に懐かしいです、涙出てきます、いやもう、お母さんもねパシパシしてたんでしょうね、動きが、お母さんチャカチャカしましたね、ね、そうでしょ、私それが逆なのよ、のんびりしてんのよ、本当に恥ずかしいけど、あれ、なんだ、なんじゃ、ワンちゃん抱いてる、出てきたの、この子持って帰ろう、ね、ほんとだね、すんごい寄ってくる俺に、あら、トイレの目の前までついてくる、うん、うん、トイレで流しちゃうかと思ったら、うん、あまりにもかわいすぎ、昔のチラズ思い出すでしょ、うん、かわいい、ね、ごめんね、ひらが様来てたよ、嘘でしょ、なんか言うついたからあのルイージにルイタン聞いてくださってありがとうございます、ほんと俺がトイレ行ってる間に何し、なんでこのタイミングで、俺たちエリタンって呼んでくれますか、俺たち出会わないってこと、うま、いや可愛くて、だってトイレでさ、俺がね、してる間ずっとシュッ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 、あ、ほんと、キララちゃんが花火来た、結婚したい、あ、違う違う、もういなくなっちゃったってこと、すれ違いだ、なんでだよ、おいで、おはぎ、おいで、おはぎが一番可愛い、おはぎ、おはぎ、俺絶対さ、でもそうやっぱりね、犬でもそうだけど、やっぱ順番つけちゃうから、俺ね、子供ができても順番つけちゃいそうだよね、どうしても、本当に平等に愛せる娘を一人一人、絶対可愛い方で出てきちゃうでしょ、しずく、しずく、おはぎ、あ、皿洗い見てたの、あ、ごめんね、お母さん皿洗い面白い、キーちゃん、あつみちゃん、あつみ、しずくって、しずくって誰、いるよ、しずちゃん、これ、これ、足回るかな、割り箸、嫌なのかな、あ、そうだそうだ、で、俺トイレでね、あの考え、あのエリネに聞かなきゃと思ってたんだけど、税金ってどうしてんの、エリネって、エリネは、あ、やっぱ言っちゃダメ、脱税してるから、あまりそういうのは、どうやってるの、自分でやってんの、それと税理士、収益歴残ってるじゃん、うん、それを私は税理士っていうか、それをドルから日本円に変えていただいて、うん、例えば投げた分あるじゃん、自分が、あ、ね、そうか、投げその分から投げた分とか全部あれしてもらって、うん、計算してもらってレシートを取ってるでしょ、それも全部出して、うん、誰に出してんの、税理士さんその時だけ出す、それとも1年間雇ってんの、その時だけ、1年間、月に1万ずつ払って、じゃあ12万円でやってくれるってこと、で TikTok の方は2万5千円払って、計算が難しいから、全部で20万ぐらいってこと、うん、
もう毎月もう私の携帯と同じものを持ってもらうのよ、うん、あのアカウント税理士さんに、うん、でそれを全部計算してもらうの、うん、税理士さんじゃなくてその手前の人ね、その手前に計算してくれる人を置いて、うん、全部コピーだけだから全部計算してもらうの、月でガーッと出してもらって税理士さんとどうする、あ、去年はね、あの俺1年間仕事してなかったんで、ずっとエミリさんの YouTube でやってたから去年は本当にほぼ稼いでなかった。あれだね、ちょっと重いね、カクカクだね。うん、税理士さん、じゃあ東京でいい税理士さん紹介してくれる、安い税理士さん、3万円ぐらいで、うん、安い税理士さん、うん、お母さんこのロイズのチョコレート食べたら超美味しいよ、生チョコ食べた、うん、お母さんもあんま食べた、なんで急に喧嘩すんの、類似みたいなぐらい収益あるわけだから簡単だけど、いや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 、エリネのが絶対収益あるから、全部取ってる、いや取ってない、飛行機のチケットとかの全部、半径の全部取ってない、あ、それは多少大体取ってる、誰かいるの、お外見てるとか誰かいるの、お母さんが犬と同じ行動をとってる、ワンって言ったお母さん、なんかいるんかもしれない、税理士さんやっぱケチらない方がやっぱ仕事してくれる、いい仕事、税金対策やってくれる、もうやっぱり何でもそうだけどちょっと悪い人の方がいいよね、税理士さんもちょっと悪い人の方が、それはそう、教えて、税理士さんいいところ紹介してね、あーそうそうそう、キララちゃんね忙しい人だから全然あれだね、俺がいるかどうかもわからないまま勝手にギフト投げてコメントだけ残していったんでしょ、あれキララちゃんのマネージャーじゃないそれやってんの、思わない、普通俺がいるかどうかぐらい確認してからさギフト投げてさコメントするじゃん、多分キラちゃんあれだろうね、あのマネージャーに頼んで昨日くれたギフトの人にちょっと適当にお返ししといてっつってさやってるわ、あのキラルちゃんがそんなやってくるわけない、恥ずかしがって、でもやっぱり税理士さんを雇って税理士をやるより法人会社にした方がいいってこと、ちょっとポージ呼んでくんない、ポージ、あ、キラ、ちょっと静かにして、静かにして、キラリちゃん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 、一回でいいからデートしてくんない、一回でいいから、一回でいいからデートしてくんない、貯金半分ぐらい下ろしてくから、一回だけデートしてほしい、一回だけ一緒にメジコンしてほしい、パイナップル、パイナップルちゃん、あ、お疲れ様、ルイさん、アスカキララちゃんが来てるからごめんね、何ごめんねってな、キララちゃん、キララちゃん、あ、パイナップルちゃん、パイナップルちゃんさ何回一緒にいてもあれだからさ、キラルちゃんなら一回デートしたら一回で落とせないかな、全然さパイナップルちゃん全然させてくんのさ、キラルちゃんさ土下座したらさせてくれないか、無理か、200万、いや全然200万だったら安いもんじゃない、全然、あ、分かった、パイナップルちゃん、分かった、いやいや、だって今ね、キララちゃんいるんだよ、キララちゃんがいるのにポージとさ税金対策どうしてるって話してもさ確
っこ悪いじゃん、今お金の話してんだこの人はみたいな、うん、できたらキララちゃんがいなくなってからそういうお金の変な話したいね、うん、キララちゃんまだいるかな、あ、いる、まだキララちゃん、パイナップルちゃん監視してんだよ俺のこと、なんか他にね、なんか行かないか、いやいやキララちゃんがね、ぜひなんか紹介してくれて、マネージャーさんかこれ、いいカモ見つけたからってマネージャーさんがいいのか、いやそう、そうだよ、モテモテだよみんな、今なら空いてるからね、早めに手出してくんない、モテモテだよ俺、ナイスタイミングや、なない、切られちゃんをこうあーって、あーパイプルさん来たっつって牽制して追い払ったってこと、しかも同じギフトで、パイプルちゃんはね、なんか見せないんだよその油断を、なんかカクカクじゃねえ、なんか油断しないんだよね、そう、切られちゃんか、大丈夫か、お、20代でもいいよ全然、もちろんで、ポージ呼んでくんない、もう一回ポージごめんねって、ポージ呼んでくんな、ポージちょっと税金対策の話する、なんかいまいちね、ナイスさんじゃ信用しきれないとこあるからすぐ怒るからな、ナイスさん、ポージ呼んでくんない、ポージ何でこれカクカクするんだろう、そうだよね、そうだよね、そう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 、ごめんポージ、ちょっとアスカ、キララちゃんが来たから、あ、え、なに、トッツ、いや、あ、怖くない、怖くないけど、あんま言いたくないんだけど、自慢したかっただけでしょ、ただ自慢したいだけだよね、集中できない、あ、こっちパイナップルちゃん来たから、こっち、あ、パイナップル、いやいや、あいつマジで、あいつマジでパイナップル悪い女だよな、なってるか、いや気持ちいろんなとこに明かせようとしたら悪いよ、あ、わかったわかったわかった、キララちゃんに向いたからパイナップルちゃん怒ってこっち来たってこと、みんなね、みんなあやちゃん来たよ、あー、無理だ、声が大きいんだよ、ありがとうパイナップル、集中でき、あのさ、ポージ、あの、あ、でもエリネの前で話さないとダメなのかな、税金対策どうする、税理士さん雇う、ナイスさんとこのあれどうしたの、もう やんない、だって喧嘩したりさ、ちょっと怖いじゃん、ナイスさん、それは、うん、俺も思ってる、毎回さ、こうさ、なんかマウント取られるの嫌じゃない、なんか、ああ、もうじゃあうちの事務所出てけとかさ、ああ、一応怖、トラブルあった時に怖いではあるね、俺とポージって絶対さ、揉めてもそんなことはなんないじゃん、うん、だから二人で会社やるか、会社作る、ちょっと相談して法人会社二人で作って、うん、事務所作るか、お、あ、他のメンバーも入れるってこと、事務所入れても伸ばせるかどうかが分かんないからな、俺らの、だってルイさん自分の力分かるでしょ、いや、なんかさ、仕事として付き合えない、本当に好きな人と本当に仲良くなりたい人で、本当になんだってさ、正直さ、パイナップルにもそうだけどさ、ずっとできないのにさ、ね、なんかギフト投げ続けても悲しいだけやん、それならね、できる方になるズバズバ言うて、思わん、思わん、ずっと全然脈ないやつに投げ続けるの辛くない、それならさ、ちょろい簡単にさ、ね、させてくれる方にちょこっと投げてすぐ遊んだの。パイナップルちゃん、過去はないの？ないだろ、あれ、全然。ちょこっとね、ちょこっと、なんだろう、ちょこっとこう、どさくさに紛れて触るくらいが限界だ。それはあったんだ。いや、もうひたすらだよ、ずっと。ずっと配信してるとき、スリ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 隣にして。それが画面に映らないように、そうそう映らないように、ずっとスリスリするのが限界
硬いんだ。ユリネも事務所作るんだ。なんかぶっちゃけさ、なんか事務所作ったってさ、そのメリットがよくわかんないよな俺らには。育てば何この配信しなくてもあれじゃない？これ言っていいのかわからんけど、そのランクにもよるかもしれないけど、本当に設計人とかだったら、まんま入ってくるときが、例えばだけど、花火1個5ドル、あ、1個もらうでしょ？そのライバーが。あ、ポン、スポン、ポンとポン、ポン、スポン、ポン、ポン、スポン、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 おはよう、ポンポン、スポポン。バカテンポ。ポン、ポン、スポン、ポン、バカテンポ。いや、何の挨拶だよ。ありがとうございます。おはようございます。受けてくれてありがとうございます。この方が俺の師匠だから。え、そうなの？いやいや、勝手に俺のことを師匠って呼んでるけど、師匠じゃないから。7代目テンポもらってるから。だからアクセルホッパーが1代目から6代目までいて、6代目が椿鬼奴で、7代目がルイージーさんになろうとしてるけど、ならせないやつ。なんで？いつ俺会員になったの？ 7 代目くれるってずっと言って。ルイージーさんすぐ炎上するでしょ？公認だから。炎上してないよ。何してんの俺？炎上してないよ。してない？してないよ。7代目貢献したいの？したいよ。本当に言ってんすか？本当ですよ。尊敬しています。炎上系はやっぱダメなんですか？なんすか？炎上系はやっぱ。炎上系ダメでしょ。で、俺どんだけアクセルホッパーさんの枠でグローブをゲットしたことか。まあ、2個目、2個しかもらってなくて。ありがとう。グローブに、2個もらった？マイクちゃんに。2個。いや、もらってんじゃねえかよ。マイクは2個もらいました。取りました。勝ってみてえわ。あ、でも、あと4コラじゃダメなんすか？誰か呼ぼうって言うんすか？待って、バトルすんの？ルイージーさんと組みたい。待って、バトルすんの？俺、ちょっと、今日、マジでバトルやりすぎ。バトルやりすぎ？俺、おじさん。もし、あれだったら、はい、マンします。ルイージーさんと。やだ、いてほしい。なんで？あと一人誰か呼ぶんですか？ホッパーさん。はい。桜子ちゃんいいですか、ルイジさん呼んでもらっていいですか。俺とポージーに対抗する人は誰ですか。あ、ルイさんとチーム。誰だろう。つがルイジさんが一番閲覧数多いでしょ。俺とポージーさん今10回ぐらいもバトルしてるから。いや、そんなやってんのかい。そうなんですもうヘトヘトなんですよ。じゃあやめた方がいいですか。いやでもね、バトル誰か呼んでくれて戦うんだったら、俺とポージが二人組むんだったらまだ。はい。はい。ポージ結構あれなんですよ。リアコばっか、女ばっか、とっか引っかしてギフト投げさせてるんで。嘘つくな。悪いやつやめて。違うから。いや、そう、ねえ。ホッパーさん誰か相方呼んでください。俺が呼びますか？ぜひ。イリネーム入ってない。誰呼ぶんだろう。これどうやって呼ぶんだ。イリネームめちゃくちゃ。あ、これか。え、イリネームもう配信してるの？もうしてないって。結構さん。さくらこちゃんありがとう。みんなありがとう。ダメだ。ゴー、宮川。あ、宮川さん。昨日、平和ちゃん、昨日とうとうバレてしまったんですよ。あ、来てくれた。あ、久々だ。平和ちゃん、久しぶり。ルイジさん、おはようございます。46歳の明和水さんと申します。え、嘘でしょ。46歳だ。そうだよ、46だよ。今さら46だよ。ルイジさん、失礼します。フォロー。あ、俺あ、嘘、そんな年上だと初めて知った。俺なんで今さら。お年下だと思ってたもん俺。いや、ムカつくなそれは。マジでなめんなよ、マジで。ルイワさん怖くない？ちょっと大丈夫。いや、怖くないですよ。
怖くないです。私は、あの、平和。平和主義者。東京生まれ、東京育ち。悪いのは大体友達の平和主義者。友達なんじゃないですか。友達の話です。友達の話です。はい。ミーザさん、ありがとう。はい。なんかあの、ね、魔女の宅急便みたいな子なのに、怖い人なんだ。ああ、優しい口調で、なんかそういうこと言う。そんなコスプレしてません？魔女の宅急便の。あ、してないです。これは私服です。私服があの宅急便なの、はい、はい、そうです。いや、私服が宅急便っておかしいだろ。はい、そうです。ほうきに乗ってそう、今。そうなんですよ。なんでわかるんですか？乗ってねえだろ。浮いてるんですよ。コスプレまだ浮いてるか。はい、浮いてるんですよ。あ、ルイーズさん、ありがとう。で、チーム分けはどうします？俺とルイージーさんがいいです。無理なんでさ、ルイージーさんとやってみ、いや、仲間になってみたい。なんでじゃあ。いや、やでよ。私がルイージーさんがいいよ。じゃあ、じゃんけんしようよ。メイワちゃん。あ、いいよ。最初はグー。じゃあ、ちゃんと聞いて。俺も入れて。いくよ。最初はグー。じゃんけんポンスポポンポンスポン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 スポポンポンスポポンポンスポポンポンスポン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 スポポンじゃんけんしないっつしないっつしないんだ。もういいよ。全然受けねえな。いいよっつ全然受けねえな。これ誰が起きてんのこれ。え、誰がいいのじゃ。え、もういいよいいよ。もう始めよ。違う方がいい。俺は。やめよっかじゃ。ルイジさんに決めてもらったらじゃあ。ポージーさん押して。じゃあ、ポージーさんやめなじゃあ、じゃあ。ポージーさんが決めてみてじゃあ。やるんかい。やるんかい。皆さん、やろ。無理せず、ほんとに。何時間起きてんの？いつも睡眠時間何時間ぐらい？誰が？え？あの、パイナップルちゃん。パイナップルちゃんに聞いてんの今。パイナップルちゃん聞いてんの？あの、寝れないって。パイナップルちゃんか？パイナップルちゃんとも知り合いなの？メイワさん。パイナップルちゃんですか？はい。パイナップルちゃん好きです、私。ありがとう。ありがとう。なんか、一週間ぐらい俺ん家に寝泊まりしてたくせに、はい、俺の友達となんか今、仲良くしようとして。ああ。悪い女なんですよ、あいつね。ね、パイナップルちゃんには次ポージーと絡むんだよって言ってないの？言ってない。誰にも言ってないよ。おー、タップ。マジか。かわいい子がいるんですよ、パイナップルちゃんって。タッペー、タッペー、タッペしよう、タッペしよう。パイナップルちゃんね。タップお願いします、タップ。タップお願いします。タップしよう、タップしよう。コメちゃん、タップ完了ありがとう。コメちゃん、ありがとう。タップで5000目指しましょう、タップで5000。タップで5000。ズッピーニャフォローありがとう。タップで5000。タップしよう。だいぶ5000いったら楽になるよ、タップで5000いったら。タップ、タップ、タップ。ほら、タップで5000とか言われてるから、やばいから、それ。ねえ、タップで5000とか辛いから。タップで5000、タップで5000、タップで5000。タップで5000とか辛いから。え、待って、ルイさん、これタップだけ？タップだけ。やばいよな。タップだけやば。なるべく5000ぐらいいけたらいいなぐらいなんで。やばいって。タップ、全員タップでやってやった、全員タップ。ラチマルありがとう、ラチマル。4000超えた、4000超えた。見てみて。ありがとう。やばい、やばい、それはやばい。ジェニファー、お疲れ。タップだけだよ、タップだけ。タップ、タップ。タップで5000、タップで5000、タップで5000だよ、タップで5000。ほら、4000も行くぞ。行くぞ、タップで5000行くんだよ。ほら、トップで5000行ったよ。すごい。いや、すごい。2400でかい。誰だよ、これ。頼む。2400でかいかな、これ。ナイス、これはやばい。ゆきちともありがとう。
さくらちゃん、リラックちゃん。あ、2倍払ってる、2倍、ありがとう、ゴンさん、ありがとう。ジンさん、おはよう。ゴンちゃん、ありがとう。無理しないようにね、ゴンさん。ラスト、ありがとう。ビータ、ありがとう。やばい、やばい、やばい。ありがとう。アサリちゃん、ありがとう。マネーガー、ナイス、マネーガー、ナイス、マネーガー、オッケー。素晴らしいよ。素晴らしいよ、ナイス。ビッグ、ありがとう。コメちゃん、ありがとう。やばい、やばい、コメちゃん、ありがとう。やばいぞ、やばいぞ、ナイス、ありがとう。やばいぞ、やばいぞ。ナイス、やばいぞ。ラッキー。やばいぞ、やばいぞ。ナナミちゃんありがとう、ありがとうナナミちゃん、ラッキーありがとう。大丈夫、みんな無理しなくて、今日ありがとう、ユキチありがとう。一人だけっておかしいもん、これ数。ポムありがとう、ポムありがとう、プーありがとう、プーありがとう。ポムちゃん、ムンダイちゃんありがとう、ムンダイちゃん、マウンテンちゃんもありがとう、ミニありがとう、ユキチありがとう、ありがとう、ランちゃんありがとう、アンちゃんがいないとやってけない、やってけない。ミラテータさん、ありがとう。ユイちゃんありがとう。三点一 K。ちなちゃん、頑張れ頑張れ頑張れ。アイちゃんナイス。これはこのままいけると思う。マティちゃんナイス。朝おはよう。ユイちゃんありがとう。ありがとうありがとう。朝から強いな、ユロンちゃん、つかさちゃんありがとう。強いよ、朝から強いよ。タクラちゃんありがとう。朝から実践もやってるんですか。フーカちゃんありがとう。いや、そうそう、なんか。クロちゃんナイス。ノコちゃんありがとう。ノコちゃんナイス。みんな無理せずね、みんな。ありがとう。ユノちゃん。ありがとう、ココちゃんありがとう。タムちゃんありがとう。ありがとう、タップタップ。せめてタップしょ、せめてタップしょ、せめてタップ。ちゃんとさんありがとう。せめてタップしょ、さあ来い、さあ来い。ハルちゃんありがとう。あ、チャンナイス。あ、ハルちゃん。さあ行くよ。ラスト30秒。逃げ切るよ、逃げ切るよ。ありがとう。グローブ持ってる人いたらグローブで、グローブ持ってる人いたら出しちゃおうね。ゆうちゃんありがとう。持ってる人入ってきてくれたら。さあいいよ、みんなナイスだよ。持ってる人。みんなナイスだよ、素晴らしいよ。嘘でしょ、そっちなの。こっちグローブ。なんでここでグローブ。誰が出したんだよこれ。誰がやった。やる気も。なんでここでグローブ出したんだよ。カットなんで使う。なんでここでガスターハンマー使ったんか。誰がここで攻めるんで、さやちゃんありがとう。スターハンマーボコボコにしてんな。ちょ、ちょ、ちょ、いや、すごいな。そっちなの？ちょ、めっちゃ。ありがとう。ちょっと一回目出したんだよ。カムちゃんありがとう。ママ教えてよ、今。なんだよ、それ。ナイス。ナイス、ありがとう。タイガーオーちゃんありがとう。ありがとう。ミュートで読みます。ありがとうね。ありがとうございます。誰が出したのこれ、ユキンちゃん出したのこれ、グローブ出した人だ。ああ、うん、そうだろ、ニコもグローブゲット。チロルさんありがとう。チロルさんがいないとやっていない。チロルさんグローブゲットありがとう。ユミちゃんありがとう。ユミちゃんがいないとやっていない。グローブゲットありがとう。ムーライトさんありがとう。タイマーユウちゃん、サヤちゃん、ユキンちゃん、マコさん、フミちゃん、ロッキーさん、エムさん、みんな尊敬以上ありがとうございます。1K以上ありがとうございます。チロルさんありがとう。ゆみちゃん、ムーンライさん、ありがとうございます。ありがとう、ゆうちゃん、せいちゃん、ゆきちゃん、まこさん、ふみさん、ろきさん、ゆみさん、ありがとう。ごめんね。ロッケ行ってます。素晴らしいです。いや、やばいです。さん、なんだかんだ結構バトル多くない？ありがとうございました。ご覧になっちゃった。ホッパーさんといろいろ話したいことが。全然いいですよ。全然、ねきちゃん、ありがとう。全然ありがとう、ありがとう、先生、ホッパーさん。話すことない。ホッパーさん。話すことない。話すことない。じゃあ、誕生日好きとかじゃなくて、そうなんかね、こう、みんなすごいさ、関わってきてくれちゃうから、リスナーさんには申し訳ないんだけど、こう、ね、バトルしてこられたら、なんか、断れなくなっちゃって。ごめんね、みんな。でも、投げすぎないでね、負けても全然、ね、すごい、まあね、勝たせてくれることはすっごいありがたいしね、もう誇りでしかないんだけど。な、函館民でなんだよ、ずっと連投してるな。遊びと、かわいい。遊べるってこと？今日遊べる？ DM してくれる？ツイッターから。遊べるって言うんだったらもう決定でいいよ、もう今日はここで。ここで決定で、ありがとう。マシュマロちゃんありがとう。ね、私遊べるよって人はもう函館駅集合で一緒に遊べるよ。どうすんの？ポージーいつも正体なの、なんで。ちょっと一回解散してね、ポージーのとこ。ポージー呼んできて、ポージー。税金の話したいな。時間がないんだよ、ほんと。会社作るなら1ヶ月で今月内に作んなくちゃいけないでしょ。
な、永井さんも結構あれなの、税金対策やってるってこと。遊べんなあいつって、はあ、ジャックさんに見える。もじごめんね、何回も何回行ったり来たり逃げた。あ、サーチンさんありがとう。会社どうする、作る事務所、会社。あ、だから待って、だから会社とかそういうの全く分かってないから。いいよ、コージは、あの、あれだから、会社作るのに、あの、数百万かかるみたいな。まあ、俺ほとんど出すからさ、あの、400万だけでいいよ。出す。400万だけでいい。うん。会社作るのって、ね、登記、会社の登記とかしたり、いろいろあるから、あの、まあ、1000万以上ね、かかるって言われてんだけど。会社作るのに。俺が聞いたのは、会社作るのに、お金いらないよって言われてよ。あ、大丈夫、大丈夫。俺が、ね、7割、8割ぐらい出しとくから、400万だけ振り込んどけば、くれれば、俺が全部やるから。いや、1000万持ってるでしょ、ジャパンジが。違う。だから、俺の音が全部やるから。いやいや、出しといて。で、1000万以上持ってるでしょ。で、まあ、一応ね、俺が社長ということで、ポージーは一応、平社員ということで、じゃあ、従業員だけ400万払って、俺が。登記出しとくから、ポジ、一緒に事務所作ろう。一人で会社やればいいし。うん。あの、ライバー事務所。うん。ルイーズイ。え？ルイーズイ。え？もしライバー事務所に、ルイさん。もしライバー事務所にやろうと思ったら、一時で入れるの？ちょっと待って。誰かコネあるの？これあるの、事務所。事務所って何、この、エリネサイダー飲むよ。事務所作れるの、ルイさん。わかんない。あれどうやってんだろうね。あれできたらルイさん最強だと思うよ。あれでも、あの、そう、法人会社作ったら、うん、結構ね、あの、税金対策になるらしいよ。へえ。10万ぐらいで登記はできるって。何の会社っていうふうにするの？法人、ああ、ライバー会社じゃない？地方所持に頼む。印鑑もすぐ作らないと。ゆきんちゃん詳しい？ゆきんちゃん作ってくれる？ゆきんちゃんになら騙されてもいい。ルイさん、会社名何にする？ツーライブ。ツーライブ？うん。俺とポージーで二人でやるから、ツーライブ。おー、別に全然、ゼロワンさんに対抗するわけではない。ツーライブ。ゼロ、ツー。こっちは。ツーライブ。仲悪いの？いや、仲悪くない。好きじゃないだけ。ねえ、事務所なぁ。え、事務所って何、誰かこう、弟子を入れるってこと？例えば。そう、さっきも言おうと思ったんだけど、なんかこうやったら伸びるんじゃないかなって思うことを、結構できないよね、みんな。あ、何か。俺からしたら、ポージは家に帰ることなく、ずっといろんなとこ転々としてたらめちゃめちゃ多分人気な配信者になると思う。それが辛いんだよ。大変なんだよ。精神的にも大変なのもわかるし、俺もそうだしね。結構お金使うでしょ。それもそう。でも投資だから。ああ、まあ。その代わり、お金はね、多少使っちゃうし、ね、1日数万円、2万円ぐらいずつは消費しちゃうかもしれないけど、その代わり、閲覧はどんどん増えていくし、みんなポージのことを見る人、ポージ次何やるんだろうとかさ。いや、俺の悪いところが、自分で次何しようって決めれないんだよ。うん、そんなのノリよ。みんなわかんない。例えば、ルイさんだと、例えば、じゃあ、女の子探して、女の子がいたら、女の子のところ行くでしょ？だけど、俺、それができんから、何し男友達とかリスナーさんの家でいいじゃん。女じゃなくて、女だけはなるべく。待って、この中で男って何人いる今。男。うん、男いる？男、あ、男性の方いたら、バラを一本お願いします。
ポージュの枠ね、何気にまあ、まあ、まあ少しは男はいると思うよ。430日中バラ一本も来ないからね。あ、一人来た、一人来た、一人来た、あ、二人来た。二人。レッドさんと、あ、四人はいる。では、五人。税理士に聞いた方がいい。レッドさん、男じゃないね。うん、嬉しいよ。すごいな。俺、シュウさんって誰だっけ、シュウさん。シュウさんはナイスさんの、ナイスさんの事務所抜けて、ルイジさんの事務所に入りたいです。俺、事務所やってないから。シュウさんに、シュウさんが今そう言ってんの？ねえ、なんで、ナイスさんのとこからみんな離れたくなるの？ロキオさんもだけど。トミーちゃんありがとう。ちょっとあれだよね、なんか。悪いの？で、それはでも一番ポージーがわかるんじゃない？いや、じゃ俺は、ナイスさんと最初絡んでいろいろこうなってた。ルイさんと出会ったのもそうだよ。最初きっかけになったの。うん、俺は、ものすごいナイスさんに助けられたから、あれだけど、恨みとかは一切ない、ね。うん、感謝してるし。たまにちょっとやらかすことを、やらかすことの方が多いけど、ちゃむちゃんにやった。あれがなかったら俺、今多分存在してないかな。まあね、ナイスさんのところも、結構、ナイスさんって結構誰でも受け入れるから、すごいチャンスが、あれ、もらえるところではあるけど、結局、あ、ちゃむちゃんやった。結局それってチャンスなだけでやってもらえるのはね、うん、それをものにできない人は多分どこ行ってもものできないと思うしね。例えばゼロワンさんのね、事務所に行ったとしても、ね、俺とコラボしたとして、ね、結構、自分で言うのもなんだけど、結構こねくり回したら閲覧だけは伸びるんだよ、まず。ゆかりもそうじゃん。パイナップルちゃんも今ね、1000人超えてるし、結構絡んだら最初の方はこうね、いろいろ面白いなと思ってみんな見てくれてたり。でもそこからみんなね、こう、興味本位では見るんだけど、そこから好感度を得られるか得られないか。もしかしたらパイナップルちゃんってタイミングも悪くて、これこれさんからのね、こう、これリスナーさんのこう、わーって言ったら、ライライさんありがとう。のもあって、ちょこっとね、こう、対応を間違えたのか、うん。なんかその、目立てる時間、限られた時間で、そうそうそう。そう時間をつかまないと、そう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 。あ、あみちゃんありがとう。ゆいちゃんおはよう。ワンワンも結構ね、ブーストかかったもんね。それは、ね、俺ん力って言ったらちょっとあれなのか、なんか、ナイス産地に自分でこう、どんどんこう、雪だるま式にさ、転がっていく。ポージーっていいところで帰っちゃうからな。せっかく転がり始めたなってところで。うーん。スザクも今帰っちゃって、あそこに行くのはもったいないんだよ。ずっとエミタロの周り、エミタロからシキさんとか、こう、ずっと転がり続けてれば、ね、あ、何すんだろう、スザクってなるけど、一日中バトルばっかやってると、確かに、どうなるんだろうね、スザク、今後。スザク君、今たんちゃんになると。もったいないから、一回外に出たら、ワンワンってうまいんだよ。家に帰るまで結構長いからね。一回外に出たら。え、あれってそういう作戦なの？いや、わかんないけど、フワッチの時もそう。ワンワンが外に出たら面白いって。あ、家だともったいないんだよ。閲覧が一回ね、こう、登り始めて、そしたらその閲覧が、期待値で次も少しは見に行くんだよ。でも、その期待値を超えていくと、その期待値プラス面白いなってどんどん増えていくんだよ、少しずつ。0.2%、2割ぐらいずつ増えていくんだよ。ワンワンが外に出てるって言っただけで異常だからね。だって言ってるから。エナも今チャンスかもしれないね。今、これから何をするかで。でもエナはやっぱり子供とかがいると、やっぱりね、家配信がメインになっちゃうから。
ね、今ワンワンどうなんだろうね。一応外に出て話題にはなってるし、でもリスナーさんが増えてるかってなんかあんなんかこう悪いように目立つ。悪目立ちはしてるし、俺も全然ワンワンの枠見てないし嫌いだからわかんない。あいつは性格がね、根っこが腐ってるからね。でも、あの、やっちょさんの名言で、閲覧こそ全てっていう名言があるんだけど、やっぱり閲覧ある人って強いんだよ。俺もさ、全然最初のみんなに言われたじゃん。ギフトは飛ばない枠ではない。閲覧しかないよなって。でも結局、ね、なんだかんだでさ、伸びしろあるじゃん、閲覧があると。まあね、見られることが、確率が高いから。だから、ね、ワンワンも閲覧だけじゃん、ギフト飛んでないじゃんってなってるかもしれないけど、うん、そう、なんだかんだで、閲覧あるところって面白いから、うん、なんかそういう変な人が投げたりするんだよ。だけど、うん。俺、この、ふわち界隈の人たちと会うまでも、は、閲覧じゃなくて、このリスナーの質とか、なんか、ね、その時はもう、なんだろう、ふわち界隈っていう人がいなかったから、そういう風に聞いてたもんだから、わからんかったけど、やっぱ閲覧増えてから意味わかったね、俺。もし、例えば少ない人数で、もしその人がいなくなったら、この枠は終わるっていうよりも、みんなでこう、数、集めて、みんなで協力してた方が、強いっていう。難しいけどね。金持ちが一人ついてたら、またあれ、また違うかもしれんけど、ものすごい、ね、その優先順位とか大事にする人も出てきちゃうしね、すごいバカ投げしだとね。でも、どっちがいいかって言ったら、俺、団結してる、一人一人が団結してる方が数多くてっていう方が。わざわざお母さん、これ歯磨かないでくれ。どっか違うとこで磨いてくれ。シャカ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 うるさいから、お願いだから。聞こえるよ、耳障りだよ。お母さんが耳遠いからね、わかんないかもしれない。どっか行って磨いてくれない、下とかさ。だから、みんなとね、ポージと真剣な話したいから離れてきてるのに、近くに来て歯磨かないでくんない？さあ、お母さんに優しくしよう。してるよ、優しく。イライラ。優しく言ってんだよ。イライラしてない。してない、してない。ほんと？うん。あ、手だけです。悪気はないよ。あ、おはよう。俺が聞こえるね、ここだって耳元でシャカシャカしてんだよ、これ。こっち側で聞こえてないけど。ここで俺は聞くの集中したら。だからね、そう、難しいよね、伸びる伸びないとかもさ。で、やっぱり、家雑してたい人とかさ、あんまり外に出れない人にさ、お前外でいっぱい沸かしてこいよとかさ、そのうち沸かし続けたらね、ギフト飛ぶようになるから絶対って言えないしね。あ、沸かせようと思っても、沸かせれない人の方が多いんじゃないかな。俺もそうだし、俺。人よ、人。人って言うと。関わり続けないとダメ、誰かと。ああ、まあ、誰かと、まあ、トラブルとかはよく、ね。トラブルにしなくてもいいけど、例えばね、閲覧がこう、家でね、ずっと、その人らも偉いんだよ、すごい。自分のリスナーさんに向き合って少しずつ少しずつね、最初は2、3人、10人から20人、30人、40人、50人、100人いかないくらいのところでずっとこうやってね、やってる人も偉いと思うんだけど、その人とね、最初閲覧がないけど、ね、100人、200人、300人、ボーンってガッツリ集めちゃって、閲覧1000人ぐらいキープできるようになった人って、どっちの方が伸びしろあるかって言ったら絶対1000人の方が伸びしろあるんだよ。まあ確かに。誰かしらが投げてくれるから、千人も見てたら誰かしら投げてくれるし、ね、うん、千人も見てたらこのマーク盛り上がってんのかなって言って、いろんな人が出入りするから。うん。うん、で、どうやったらその簡単に千人超えれるようになるかっていうと、やっぱり売名しかないし、自分一人じゃなかなか無理だから、あの、あれだよね、メンション王子とかカリスマだよね、ああいう歌舞伎町でネズミ映してたら閲覧すごく伸びたよとか。絶対的に、ね、まあ、なかなかやっちゃさんとか、こう、結構枠を譲ってくる。だって財産だから、
配信者は絶対閲、なかなか枠を譲ってくんないけど、でも、四季さんって結構ね、うちでやってもいいよ、配信やりなとか言ってくれるし、四季さんがね、やってない時は四季さんがいる中で、あれだし、俺とかポージとかも一緒にいたらさ、俺らは疲れて休みたい時にその人が配信作ればいいだけじゃん。家に来てたら。そういうふうにチャンスって絶対、閲覧ある人の近くにいれば回ってくんだよ。ゼロワンさんの近くにいさせてくださいって言って、マリオもそうで、何回もマリオもチャンスもらってんだよ。ゼロワンさんが、じゃあ俺休むわって言って、ゼロワンさんが寝てる隣で配信してても、その閲覧の半分ぐらいは流れてきて、ゼロワン映してよって言ってさ。ああ、まあ確かに。そう。マリオさんはうまくいってるの？マリオは一生飲みない。あら、つまんないから。あとね、こう、転がり続けることができないから。ああ。だから、結構、こう、閲覧って、こう、ね、こう、周り、閲覧が多い人の近くにいれば、こぼれ玉というか、こぼれることあるから、それを続けてって、こう、枠を増やすことって結構できるんだよね。1000人まで閲覧増やしたら、ゼロの人でも1000人まで増やしたら、100人から50人ぐらいは絶対ついてくるから、その繰り返しだもんね。あ、定着するからってこと？ 100 人。でも、やっぱりそれをやれよとか言われてもやらない人の方が多いし、転がり続けられる人もいないし、どんだけ俺らがこう、ね、こう絶対こうしたら絶対いけるからって言っても、難しいよ。育てられないよ。あるねー。で、あ、レアちゃん成功例だと思う？誰？レアちゃん。レアはうまいな。あれは、もともとなんか自信もあったしね。私前は閲覧あったからとか。あれはいつでもこうなんかうまいこと沸かせられるし、なんか、まあ、ちょうどよく自分を売れるから、ね、まあ置いといてやるかってなっちゃうしな。他に、ルイさん通って、誰か有名になった人いる？女の子。わかんないけど、ネキ以外は大体売れるんじゃないか。ネキ以外はダメなの？ネキ以外は大体閲覧増えるんじゃないか。でもネキも、なんかこう、わからん。どういう時かわからんけど、たまに見たら、何百とかになってる時あるよ。まあ、女の子でね、結構閲覧増やすのってもしかしたらあれだけど。ホンダラも、ちょっと頑張って、今、きっかけをつかみそうだよね。ナイスさんの結構近くにいるよね。あ、もう一回だけなんか、ナイスさんのとこ行きたいみたいな感じで行ってたな。あれ、昨日ホンダラとずっといなかった？あ、ナイスさんといなかった、ホンダラ。あ、誰？あれ、昨日かその前かなんか、ホンダラとナイスさんいたよね、一緒に。あ、ゆかり。いたよね。飲んでいるんだろうと思って。タコかぶってる人？え、タコのやつかぶってる人。あ、ホンダラさんって言うんだ。ホンダラ伸びてんだ。閲覧、ホンダラって。へぇだから、誰でもいいんだよ。ナイスさんの。ナイスさん、今ね、調子いいから閲覧結構ある時多いじゃん。そうそう。だから、ナイスさんの周りにいたら、結構ね、可能性もなくはないし。まあね。で、ナイスさんは結構誰でも受け入れるからさ、あれだし。俺昨日売名って言われたけどな、ナイスさんに。閲覧高い時にだけ取ってくるんだって。じゃなくて、用事あるからコラボしたいのに。なんか、なんかやりとりしないといけない、なんかメッセージとかあったから。まあ、なんかナイスさんが言いたいことも半分はわかる。ポージもうまいもんね。その、なんていうの、センスがあるというか、結構湧いてる人と話せるもんね。ちょうど。だから俺ん家からさ、出荷して一番油が乗ってるところって大体さ、ポージ行くもんな。ポージが行ってるのか。だってね、レアちゃんも、俺コラボしたことなくて、突然来たんだよ。そう、だから、そう。なんか行きやすいのもあるのかもしれない。俺の後に。ああ、なんか行きやすいとか。その次に行きやすい。だって、そのエマタソちゃんは逆パターンでしょ？ポージーから俺に来たわけでしょ？ナイスさん、ポージー俺に来たわけでしょ？あ、でも結構時間経ってるよ。1ヶ月ぐらい前か。なんか、ナイスさんと喧嘩しちゃったら、ナイスさんはもうダメだ。
当時男芸やろうみたいな。あ、いやちょっと無理だよって言ったけど。ちょうどたまたま昨日来たんだよ。うん。うん。最近インスタでちょっと過激な配信してる。過激な。あ、言ってた言ってた。お風呂配信でしょ。なんか男が喜ぶような感じのあれで。ちょっとさ、もうちょっと可愛かったらいいよね。ちょっとこう。もうちょっと可愛かったら山田ちゃんね、可愛くなりそうにね。マキちゃんありがとう。ロキオに売名するようになったらおしまいだけど。ロキオじゃね、わかんないよね。ロキオさん面白そうだけどなぁ。俺結構、僕も面白いんだ。わかんない。俺は、なんか、ロキオさんの結構、ズバズバ言う感じとか、なんか、いきなりのこの手のひら返しだったりとか、見てて、見てるが、俺は、面白い。面白いんだ。いや、俺が。なんかこう攻撃、まあ、ナイスさんには攻撃するけど、俺は全然普通に会話できるんだよ。人によって結構差はあるけど。なんか、キタンとロキオが一緒にいるところがまず気持ち悪いから。なんか喧嘩、毎日ちょっと喧嘩してるくせに毎日ずっと一緒にいるみたいな。あ、喧嘩してんの？なんかあんま噛み合ってなくて、うるせえよ、ロッキーよとか言いながらさ、でも絶対落ちないし。なんかその姿がなんかあんまり好きじゃないな。一旦の枠でよく見るみたいな。引き算に爆投げしてる。あれ、結構いろんな人に、あれでしょ、パイナップルちゃんにも爆投げしてたもんね、この間。あ、ロッキーさん？うん。だから結構ロッキーも頑張ってんのかもね。おはようございます。結構、多分、配信してない時とかも結構開いてると思うよ。結構見るから。まあ、何か、俺、多分、もしかしたらいつかどこかで仲良くなる日が来るのかもしれない。今のところ全然生理的に受け付けないな。今暑い、この、ね、こうなってる人って、なんか注目する人ってあれどうですか？いや、なんか、わかんないけど、まあもうね、もう元々実力しかないけど、多分、なんか、わかんないけど、エリネは強いんじゃないか？いや、エリネはもう、大手でしょ？大手もう強いよね。最近で駆け出しの人とか。なんか、やっぱレアちゃんすごいと思うなぁ、俺。最近で言ったら。うまいなぁって。じゃあ、大型新人作るか？発動するか、大型新人。あ、いるの？誰か。みよこ。お母さん。大型新人出すか、とうとう。うちの事務所の一番の目玉。これなんか、強そうだよ。アカウント持ってんの？バンキューさん。いや、アカウントは持ってる。そしたらポージーもお父さん出せよ。うちの事務所の。いや、じゃあ、ルイさんのお母さんって、配信慣れしてるし、お父さん喋れんもん、お母さんも。逃げる。いや、ポージのお母さんなんか面白いじゃん、なんか仮面被ってるし。いや、最近なんか見バレして、もう映りたくないって、声しか映りたくないって言い出して。ハッピーちゃんありがとう。お母さんもね、耳も遠いし、目も見えないからもう終わってるけどね。配信の大切なものを全て失ってるから。一応コメントとかを、もう、ちゃんと読むの？あ、まあ読めるけど、多分配信でこう流れ始まったら多分全部終えないと思うよ。まあ、ルイさんのところ、なんか読めんかんね、もうパッパッパッパってコメントが。どうすんの？事務所作ってみる？ちょっと俺詳しいことわからんから、またルイさん、もう早急？これ。だって年内だよ。年内に登記しないといけないんだよ。なんか出るお金とかもあるの？ないんじゃない？まあ、10万とかでしょ、多分。なんか会社を作るのって。誘って？
ゆうきんちゃん。どっちも動かないってこと？え？動かないってどういうこと？ライバー事務所が始まったの？作ってくれる？ライバー事務所。うん。ウルトラソウル。ふざけてるか。エリートでライバー事務所やるんでしょ？いや、ちょっとポポちゃんがさ、話あったけど、私そんなすまない。別の配信サイトからだ。足りないと思うけど。どう？でしょ、私が育てたライバー、ろくなもんじゃないですか。いや、でも、北海道を陣取るとしたらエリネだと思ってるよ。北海道って本当にちょこっとやっぱりね、本土からすると行きにくいから。なんか2時だったら入れるとか話は聞いて、なんか俺それ聞いてた。2時なら来る、来るって。2時ならだったらあの会社やらないっていうから。1時はもう、うん、1時は事務所出すって、うんうん、作るって、うん、でもナイスさん一時でしょ。ライバー事務所って事務所だもん。もうじゃあ一時はほとんど出せないんだ。二時はいけるかも。なんかライバーさんからそういう一緒にやらないって言われて、一緒に会社作るみたいな感じで言ってくるって。ワンライブも一時は通らなかった。ゼロワンさんでも無理なら無理だね。四季さんも一時。五さんも一時。ワンちゃん一時の人に帰省した方が早いかもね。誰かいる？でもなんかね、一時の人ってやっぱり結構計算が高い人とか、なんか結構すごい人な気がするね。ナイスさん一時でしょ？サニプリも一時。そりゃそうでしょ。あそこが一時じゃなかったら何時なの？あ、マノちゃんおはよう。あ、タトゥーもう少ししたらいい。あと10分ぐらいしたら、家出ようかな。だって、俺とポージーが一緒にいたら、ね、結構、まあ、トップライバーとは言わないけど、二人でお願いしますって言ったら一時になれそうな気もしなくもなくない？まだ弱い。どうやって、ここに食い込むのかな？この会社に。ね、ポポさんとか別にトップライバーってわけじゃないじゃん。あ、ポポさんも事務所一時らしいよ。へぇー、事務所持ってるんだ。チキさんももう三鴨も一時じゃない。三鴨も一時じゃないんだ。あ、そうだね。俺らが事務所に入りたいってわけじゃないんだからね。俺らは事務所に入れないけど、事務所を作って、一応そこで一緒に税金対策とかすべてやった方が、得じゃないかっていう。パイナップルちゃんはどうだろうね。パイナップルちゃんね、事務所やってるのって、あれ一時？パイナップル。まだいんの？パイナップルは当時の。今ちょうど入ってきた。やばくないあいつ。寝れないの？全然こっち来ないよ。もう当分。喧嘩したの？喧嘩しそう。パイナップルちゃん、何人ぐらいいるんだろう。2時と1時の違いってどんくらい離れてんの？なんか、何それ。あ、パイナップルちゃん。サイズ何？めっちゃ可愛いね。あ、パイナップルちゃんって何人ぐらい出ているの？パイナップルちゃん。可愛い。来た。上来た。まあ記事はあまりで後ろのフードチームです。これもしかしてオリジナル T シャツ？ワーカーだろ。どう見たらこれ T シャツに見えるんだお前。ワーカーだね。沖縄って変わってるなんて。何の絵？ああエリネーの？もしかして。うん、エリネーのフード。オリジナル T シャツ？あ、パーカー？パーカーだろってこれ。空回りなんだよ、ポンズ。沖縄って T シャツしかねえのか？いや、ほとんど T シャツしか入っ、見たでしょ、さっきの目。見たことねえよ、ポージが T シャツ着てる。ストロンキーだろ、夏でも冬でも。あ、俺はね。うん。私はそんな入れてない。なんか、どれぐらい育つかにもなんかまたランクがあるのかもね、もしかしたらわからんけど。一時は、
1時は1時と2時の違いとかもわかんないしね。もうあれでしょ、だからこのまあ取り分があったとして、うん、跳ねて跳ねて跳ねてみたいな感じね、まあ、1時、うん、みたいな感じ。だいぶ絞られちゃってるってことでしょ。で、わかんない。どこの、まあ、どこの2時に入るかも、かにもよるかもしれんし。やばくない？伊豆にいてでも1時じゃないのに。そう、取り分が少し取られるとか、2時代理店は楽だと思うよ。ねえ、ルイさん。ん？ペラップルちゃんに詳しく聞いてみよう。今度。2時代理店は楽だと思うよ。え、なにこの管理は、例えば、この、例えばだけど、そこの事務所に入れた管理は1時の人で、なんか例えばメッセージやりとりとかしてくれるってこと？でもやっぱり揉めそうだね。でも、それでも 50% から 90% とかはあるらしい。どのくらいの、その、例えばね、ポージーが毎月、はい、毎月ね、300万稼いでます。で、ね、俺のヨレニートに入ったとするでしょ？ライバー事務所ヨレニートに入ったとする。で、2時だとするよ。そしたら、ポージーが300万稼いでるってことは、まあ、3割ぐらいだからギフトがね、1000万ギフトが飛んでるってわけじゃん。300万稼いでるってことは？ポージーが300万稼いでるってことは、1000万ぐらいギフトが飛んでるってことじゃん。どんくらいの割合なんだろうね、その700万ってことでしょ？要はその700万の割合の、どんくらいが1時に行って、2時に来て、二次の俺らのところの手元に入ってくるのかっていう。もう、わかんない。俺聞いたのは、一次の人は、もう一次だけだったとしたら、もしこの人が、もし、なんだろう、結構育つとするでしょ？そしたら、丸々入ってくる。丸々に近いぐらい。例えば、花火一個もらったら、あれ1000コインでしょ？で、5ドル、こっちに入ってくるの。それが、事務所にも5ドル丸々入ってくるんだよ。当時って、ね、そのお金をドルで計算するから、頭がこんがらがるんで、いつも。じゃあ、500円って言っていい？じゃあ、500円。じゃ花火もらったら500円だとするよ。うん、それ、ライバーが。うん、そうでしょ。この500円が、事務所にも入るんだよ、丸々。わからん。その評価によって、多分もうこの何パーセントとかは変わると思うけど。ランクが高ければね、なんかあったのこの、そう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 、ライバーからは取れないの分かってるよ、そんな。ライバーはそのままで育てば、この事務所にも、その育った分ここに。この話表でしていいの？いや、分かんない。もし本当にそれだとしたらさ、ポージ本気で誰かを育てようと思える？いや、俺自分のことで精一杯だろうな、今の感じ見てると。俺はそれをやるとしたら、やっぱりデリバリーのね、仕事をして、女の子を特化型で俺は育てた方が、絶対女の子ってさ、男と女育てるんだったら女の方を育てた方が早いの分かるだろ。ああ。女の子ってちょっと可愛かったらすぐつくから。月100万ぐらい稼げる女の子をバーって楽勝に育てた方が超早いよな。ああ。ルイさんうまいかんね。俺は、誰かを育てきれるかって言ったら、俺、わかんない。俺、そんな自信はない。俺はね。そう、女の子は別に長続きしなくていいね。だって、ね、こう、やっぱり女の子って、2年とかぐらいしたらもう飽きられちゃうから、よっぽどね、こう、うん。でも、ルイさんは、まあ、女の子と、まあ、交流があるでしょ？それを、こう、ね、目立たせられるっていう力があるでしょ？ものすごい、いいと思うんだよな。女の子なんて可愛くなくてもいいんだよ。ね、トップライバーがみんな可愛いかって言ったら怪しいじゃん。ハートにありがとう。女の子のさ、結構ギフトが飛んでる枠がさ、怪しい。別に全員超可愛いってわけじゃないじゃん。だから、キャバクラもそうだし、すごい可愛い子ばっかりいるってわけでもないし、なんなら俺とポージ、ね、わかるだろ、ポージも。キャバクラ行ったらね、本当に可愛い子なんて2、3人でさ、残りの8割、7割がちょっと怪しいやつ多いじゃん。
それでもちょっと怪しいやつの方がさ、なんか愛想よくてさ、ね、なんか場内とかさ、指名とかもらえたりするんだよ。女は愛嬌って思ってるやつらもいるから。ジュリちゃん、どう、なんか、うまいこと、なんか配信もさせたいとかね。私は、二次代理店さんを店舗してるだけだよ。店舗って何だろう。店舗だからね、まあわかんないよ。でもとりあえず、まあ今のところ事務所をやるやらない、じゃなくて、うん、まずは、今年の税金対策だけどうしようかだね。司法書士とか頼んでないの？一方時はどうすんの？で、やっぱ税理士にお願いして頼むしかないか、東京の税理士探すか、一回。来年とかなんかそういうの考えれたらやってみるか。一応、ナイスさんからこう、税理士をこう、紹介してくれたってはある。もらったのも。ん？こう、紹介してもらったの。あ、一応電話はしてないけど、まだ。ナイスさん、紹介してくれた。まだね、自分もね、そんなあれだし、できるわけでもないし、まずは。でも、そう、ちょっと今思ったのが、その事務所を作るとしたら、1ヶ月に1人、ね、1週間べったり俺がくっついて、伸ばしていく配信面白そうだね。家に配信、この事務所に入った女の子全員呼んで、全員で生活して、ルイさんはそれと全員は無理だよ。1ヶ月に1人ずつだよ、多分。俺もね、そんな女の子とべったり居続けても、なんかつまんなくなっちゃうから、飽きちゃうから、1ヶ月に1週間だけ新規の女の子をこうやってべっとりくっついてあげて、その子を閲覧1000ぐらいまで伸ばしてあげて、離れてまた自分の生活に戻って、それを毎月やっていくっていう。一回ルイさんところで、もしルイさんが事務所やったら、ルイさんの事務所に入りたいって、思う人何人ぐらいいるか聞いてみて。なんかね、こう男の人が来てるけど、男の人にあんまり感情移入しないからな。りゆちゃんありがとう。そう、覚悟ある女の子だけ。だ俺でも覚悟あるって言ってくるってことは、ね、投げしさんになんかめちゃめちゃね、なんかチャンスあるんだから。むむちゃんありがとう。いる？私入りたいって人何人ぐらいいる？寄れなきゃダメですか？ダメだね。寄れる覚悟が必要だね。株式会社覚悟。まあ、一線この、踏み入れる根性は欲しいよね。兄ちゃんありがとう。うん。そうそうそう。やっぱり根性が必要だから。なんか、どんな、ね、苦しくても我慢しないといけないから、なんか、うんって言ってくれる人の方が、あってなんか、面接だったら思ってしまうかも。なんかさ、でもさ、ね、あの、キャバクラとかさ、なんかご飯食べに行った時とかさ、あ、すいません、あの、領収書くださいっつって、あ、宛名どうしますか？あ、マイ株覚悟で。格好悪くない。覚悟って会社なの？はい、はい。やっべえ！ルイさん、ごめん。俺ちょっと出かけないといけない、俺。あ、ごめんね、こっちこそ、なんか。じゃあ、お互い、税金対策頑張ろう。また話そう。うん。うん。またね、ありがとうね、ポージ。ありがとう。ルイさんとルイさんのリスナーさんもありがとうございました。リスナーさんありがとうございました。また。じゃあね、一回、エリネなんか行ったでしょ？俺も配信一回を切って、ちょっと休もうかな。そう、ね、でも。面白そうだなってさ、考えることはさ、机上の空論でさ、いっぱいできてさ、ね、なかなかやるって難しいよね。本気でやるなら別事業で立ち上げた方がいいよ。デリとライバー事務所、友達さんね、ほんとライバー事務所、デリバリーのお店もやってみたいし。でもね、今のこの楽しいペースをね、配信だけに全部ぶつけられるペースが一番楽しくてさ、下手なこと考えると
眠剤でも寝る飲めよ。本当に寝れないんだったらね、ちょっと我慢してくれたら一緒に寄れれるか。エリン配信やってる？やってよ、もう疲れた。え、もう送ってったの子供たち？じゃあエリネバトンタッチしよう。エリネ、エリネ配信やるからみんなよかったらエリネの枠行ってください。俺も眠いし。寝なさい。誰？ヨギボー待ってるやん。配信つけてお願い、お願い。ちょっとパーカーサイズどう？あ、パーカーサイズ、うん、ちょうどいい。寒いと出てなさい。うん、ね、エリネのチャギハン出すか。ね、いろいろパイナップルちゃんも一回だけ、一回だけいいから、はい、配信つけて一緒に寄れてほしい。で、配信1時間後にパカーンって聞くから、そしたらすごい寝れるよマジで。すんごい疲れちゃって、で3時間も有酸素運動するから、うん、観光はお母さんエリネのとお母さんと俺で、まあ俺もついてくぐらいで行くと思う。うん、呼べやんだすか。まあね、まだ向かないかもな。ほんと1回だけすごい寝れるから、一日中寝れるよ。一回ね、なんかほんと試してみたら分かるって思う。人生ね、1回しかないのか、もったいないよ。あとエリネが、エリネ、エリね、なんかさ、パイナップルちゃんがなんか不眠症で今悩んでんだって。ヤクルト戦の皆さん。でしょ？あれだよ、まあ、俺は全然、最近多分ね、こう、極度のストレスと、いろんな人にこうね、バーって見られたから多分ストレスでおかしくなってるよね。昨日ずっと見てたよ。うん、ヤクルト戦の皆さん。そう、なんか、エリネとヤッチョさんは、ヤッチョさんはなんかほんと不眠症で眠剤とかずっと耐えてたのに、これ飲むようになってから気持ちよく寝れるみたいで、スッと入るよ。で、エリネもこれ飲んでいいって言ったけど、俺はこれ飲んだからいいと思ったことは一回もないけど。聞かないっていう人いるよな。私聞くね。睡眠薬とか飲んだことないけど、飲んだら癖になったりするって言うからさ。飲むとスーッといくし、スーッと起きる。ヤクルト戦なんて今どこでも売ってるよ。セブンイレブン行ったら大体売ってるよ、うん、一時期流行ってたからね、あれだけど、そう、効かない人は効かないでいると思うんだけど、いっぱいね、そんな眠剤がないと寝れない人なんて腐るほどいるんだからいいけど、効く人もいるって、そこだけね、パイナップルちゃんのこと。効く人もいる、うん、で、いくら食べる？もうただお母さんの、お母さんなんか連れてもらえば。そうだよ、お母さん観光ね、うん、俺もまあ連れてかれるだろうから、ね、俺かお母さんが運転できればいいんだけどね。まあでもその運転中だけは、まあついてから配信つけてもいいしね、その観光地の方に。まあそうじゃん、それ、ね、絶対つけた方がいいよ、いいよ、そこつけとこうよ。いやだ、大丈夫。株式会社マイ株覚悟、マイ株覚悟、うん、会社、エビは株会社作ってんの？個人の、うん、もう会社じゃない、会社なの、うん、じゃあ会社の方がいいのかな。会社の方がやっぱり脱税しやすい、税金対策。あのね、税理士さんが会社にした方がいいか、しない方がいいかってちゃんと決める、うん、今の段階で収入がどのくらいあると、うん、それはね、そうしましょうって言うから。税理士さん、じゃあ東京の税理士さんでいい税理士さん紹介してください。留意がいいように、留意がいい方向に行くようにやってくれるからね、うん、よろしくお願いします、うん、税理士さん、うん、で、株式会社、覚悟とか、うん、まあ、まだね、何も決めてないけど、節税はよし、脱税はダメね、うん、節税はよし、脱税はダメ、うん、パイナップルちゃん寝るんだよ。あの、本当にヤクルト戦で寝れないときは、あの、ルイジ1800ってのがあるから、うん、ね、ヤクルト1000が効かなかったら、あの、このライバル会社のね、あのヤクルト会社のね、ライバルルイジ1800ってのがあるから。うわ、すごいのがあるんだね、うん、そうそうそう、すごい。これ睡眠の向上を良くするって言うんだけど、うん、ヤクルト1800は、ね、ストレス緩和、ね、睡眠の向上、腸内環境の改善、それプラスね、
そう、快楽いいもの、私大丈夫ですよ。もういいこんなの。これが宅配用。あー、宅配用あるから。パイナップルちゃんね、寝れないときは言うんだよ、うん、あの、ちょっとね、ヤクルト1000はないんだけど、ヤクルト、あ、ルイジ1800は、あの、ちょっと依存性が高い。見たことない、これ。うん。宅配頼むんですか、うん、これね、結構いいですよ。依存しちゃうようになっちゃうから。今ライトも出るんです、うん。美肌効果もあるし。けど、あの、その代わりの、脳の萎縮が始まるという。ルイジ1800はね、そう、ケミカルだから。脳の萎縮。まあ、うん、依存症が高い、依存性が高いのかな。というわけで、たくさん今日もギフトありがとうございました。本当、ね、誕生日の後に稼ぎすぎちゃったとごめんなさい。なんかね、付き合いが増えちゃったね、いろいろ。そう、あのヤクルト1000は多分俺結構コンビニでも、どこのコンビニでも売ってると思うし、セブンイレブンでもよく見るし、スーパーでも売ってるみたいなんだけど、 ルイジ1800はね、あの、定期便だから、あの、すいません、あの、ルイジ1800、あの、試してみたいんですけどって言ったら、あの、すぐこっちからね、送らせていただくからね。あんこちゃん、ありがとう。あの、俺結構その会社と仲いいから、うん、いや、しないよ。1800で妊娠しないから大丈夫。届くよ。じゃあ、まあ、パイナップルちゃんにもおすすめなんだけど、ね、リスナーさんの皆さんにも、今、北海道地方が結構力を入れてるみたいだから、北海道ら辺でね、ルイジ1800試した人がいたら、購入には写真審査があります。そうだね。ツイッターからね。DM 送ってくれればいい？試してみたい？あやちむ、あやちむ来る？ツイッターからね、写メ送ってください。ステッカーの件もね、ちょっとあの撮ってくれたりとか、いろいろ終わったら、早割りとかないけど、うん、あ、まやちゃん、ありがとう。解約できるね。一回試してみたら、ほとんど大体みんな解約していくね。小樽は遠いんじゃない？札幌まで来てよ。ちょっと遠いか。画面も大体ね、大体通るけどね。早割ってなんだよ。大体1回で。サブスクないよ。うん。キャンペーン中。今、北海道ってキャンペーン中。時間から、あ、せいやさん、せいやさん、アラブの石油ビルゲート。いつもせいやさん、ありがとうございます。函館と札幌、今明後日ぐらいには函館行こうかな。明日とか明後日とか、うん、皆さん本当ありがとうございました。またあれだエリネの枠でね、次はやると思いますんで、エリネの枠でちょっと観光してね、ちょっとお母さんと遊んでみます。またありがとうございます。またせいやさんにお礼なんですよ。どうしたの？あれ、北海道でしょ？今北海道だよ。どうしたの？ヤクルト1000って、うん、ヤクルト1000ってね、結構睡眠の改善をね、よくしてくれて、うん、すごいいいみたいなんだけど、今そのね、ヤクルト1000に対抗して、ルイジ1800っていうのを、うん、これからね、こう全国に広めていこうかなと思って、うん、よかったら小町に最初に。どういう感じの？ルイジ1800？うん。あんまね、社内、極秘だからあんまり言えないんだけど、試してみて、一回レビューしてほしい。どんな感じか。分かった。うん、眠れるようになるか。ね、分かった。依存性はあるか。うん。うん、いい？
分かった。じゃあ、暇な日教えてくんない？暇な日？うん。割といつでも暇なんだけど。うん。うん。じゃあ皆さんおやすみなさい。またね。あいつ結構切るんだよ。あいつ。またねみんな、おやすみなさい。ちょっと寝ます。もしくはね、寝れないで連れてかれるかもだけど、またバイバーイ。またたくさんありがとうね、ゆきんちゃんね。みんなありがとう。たくさんゆきんちゃんありがとう。